皆さんこんにちは、しじろうです。毎週恒例紹介銘柄週刊報告をさせていただきます。先に自己紹介をいたします。しじろうの米国株ブログを運営しています。 YouTube では主にアメリカ株の優良個別銘柄について動画にしています。紹介銘柄は YouTube、Twitter を中心に必ずフォローしています。もし動画良いと感じていただけたらチャンネル登録よろしくお願いいたします。またメンス会員です。メンサやプライベートに関してもブログでたまに書いていますので、よかったらご覧ください。この動画では、紹介銘柄の週間騰落率、来週の株価展望、シジローの今後の投資戦略について紹介していきます。まずはロイヤリティファーマです。今週もやや下落。週間騰落率はマイナスの 1.1% です。次の銘柄はユナイテッド航空です。今週も上昇。週間騰落率はプラスの 1.0% です。次はシェルです。今週は下落。週間騰落率はプラスの 3.6% です。最後の銘柄はパイオニアナチュラルリソーシズです。今週も上昇。週間騰落率はプラスの 1.1% でした。来週の株価展望を紹介します。ロイヤリティファーマは2週連続の下落です。2月15日の決算発表は特に問題がありませんでした。詳細は動画化していますので概要欄のリンクをご利用ください。ユナイテッド航空は3週連続の上昇となりました。直近はロシア問題に関連して吊り下げするかもしれませんが、中期的回復見通しに変化はありません。シェルは4週分の下落。見通しは良好です。ロシア問題に直近は注目しています。パイオニアナチャルリソーシズは4週連続の上昇。2月16日の決算発表は良好でした。個別株の推移を確認します。今週はロシア問題と金融政策見通しに大きく影響を受けた1週間でした。特に観光銘柄とエネルギーは見通しにより大きく上下しました。来週もこれらの銘柄とコモディティの動きに注目しています。今後の投資戦略についてお話しします。週間騰落率、S&P500、マイナスの 1.58%、ナスダック、マイナスの 1.76% でした。今週は水曜日に1月 FOMC 議事録開示がありました。しかし、新規のことからは特になく、次回の FOMC に注目が集まっています。そのため、インフレ率に対する FRB の金融政策変動が連日ニュースになっています。各投資市場は見通しがどんどん変わっていくので警戒が必要です。最後にシジローの来週の投資スタンスは弱気を維持です。3月 FOMC までに金融政策見通しがどんどん変わっていくと思います。インフレ率の変化と FRB からの発信に注目しています。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画面白かった、役に立ったと思う方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。また友達や周りの方にもぜひ進めていただけると嬉しいです。ブログ、ツイッターも毎日相場について更新しているのでフォローお願いします。以上、しじろうでした。また見てください。